ありがとう。皆さん、やっほー。うん。お母さん、福ちゃん、Thank you。 こんばんは、みんな。お疲れ、ありがとう。こんばんは、こちゃん、ハートも Thank you ね。ありがとう。ただいま、おかえり、みんな。ストーブ点火。ボン。つきました。ちょっと寒いね、今、暖房、エアコンもつけてるけど、さすがに寒すぎて。温まったらどっちか消します。やっほー。このストーブの音はコロナだな。だってそうです、コロナのストーブです。え、ストーブってそれぞれで音違うの？全然気にしたことなかった。みわ、うん、さん、ありがとう。ハートテンキュー、みわさん。ふくろうさんもね、だるまありがとう。こんばんは、みんな。固定コメント、あら、私は変えていない、変えていない。あれ、お、OK かな。ちょっとさ、 iPad のアップデートを押してみたんですけど、イヤホンいけるかな。こんばんは、HMX さん、だるまもありがとう。松さんもハートテンキューね。サワディさんもココアテンキュー、ありがとう。非常に会いたかったよって言ってくれてる。こんばんは、みんな。今日は普通に配信させていただこうかなと思います。明日カラオケイベントのお礼配信させていただきますね。りゅんさんもだるま、テンキュー。金だるま。スズイトさんもココア、ありがとう。嬉しい。こんばんは、みんな。サワディさんもありがとう、だるままで。皆さん来たよー、やっほー。昨日入ったけど、今日は午後から再びジェット気流並みの暴風雪。なんか今天気悪いですね、吹雪いてます。だから風なんかさ、もう家がガタって言うとさ、風なのになんか揺れたって思っちゃう、怖い。こんばんは。僕の心にも火をつけてください。いやー、みんなこんばんは。レーザージロバさん、ありがとう。音符 Thank you。 ダイワンさんもハート、ありがとうね。テマさんもハッテンキュー、ありがとう。こんばんは。カランタイマーついてる、青です、青。こんばんは。アララさんも、フクちゃん、テンキューね、ありがとう。誕生日に会えたに会えてハッピーって言ってる。ミワさん、今日誕生日。ミワさん、お誕生日おめでとう。今日ミワさんお誕生日だって。ハッピーハッピーバーおめでとう。こんばんは、みんな。リアンダムさん、ありがとう、だるま。Thank you ね。この前コロナストーブ使ってるって配信で言ってた。結構このストーブの方多いんじゃないかなと思います。こんばんは。ジュンさん、小判 Thank you。ありがとう。イズチャさんもね、ありがとうね、音符。Thank you。なんかテロップ書こうかな。ちょっと待ってね。にゃおみさんもありがとう、だるま。 Thank you。 寒いね、寒い。8度、今部屋8度です。寒い。こんばんは、みやさん、みやさん。おめでとうって言うね。
ちょっとおさぼりで外出たら吹雪いてた。え、すごいよ。こっちもなんかすごい風が強いかな。やだな。ね、午前中なんかそうでもないなって思ったのに、雪。そんなことなかったね。まあ積もらなきゃいいんですけど。今天狗さんありがとう。だるま天狗。皆さんありがとうございます。だって皆さん。ケーキ食べましたか？ケーキ買ってきた？チャルチさんありがとう。ホットコカ天狗。こんばんはね、みんな。朝起きてまずやることはストーブのスイッチオン。そうだね、うちもそうです。なんか暖房エアコンが全然効かない時もあるから、そういう時はもうストーブ。こんばんは。こっちも寒いって言ってる。寒いよね。外吹雪なんですけどって言って、気をつけて。今外にいる方もいるのかな、どうなんだろう。寒いって言ってる。寒いよ、みんな温まって。今日の服も可愛いよ。そういうストライプ柄とても好き。ありがとう。最近なんかすごいシンプルなお洋服ばっかり着てますね。なんか柄物とかなんかおしゃれな感じのお洋服とか着てない。イシちゃんありがとう。だるま天気桃太郎さんもね、ありがとう。すみません、リップを塗らせてください。え、今日のリップはリップモンスター地底探索地底探索というカラーを塗っていこうと思います。私さ、唇の色があんまり良くないからさ、元のすっごい顔色悪く見える、ね。こんばんは。福ちゃんストーブの前好きだって。うん、大好きですね、福は。今日も全く外に出ずに一日終わってしまった。だっていいのよそういう日も大事。イシちゃんハート Thank you。 ありがとう。あ、買ってきたケーキ。いいね、大きいやつ。ホワイティさんありがとう。耐えられないから仕事戻りますので、そうして頑張ってね、無理せずね。こんばんは。松さんもハート Thank you。 ありがとう。久しぶりにお声聞きに来ましたって言ってくる。久しぶりにお声聞きましたって言ってくださってる。ありがとう嬉しい。明日の朝また除雪しなきゃかな。そうかも。やだな、なるべくしたくないよね。こんばんは、みなてつさんありがとう。福Thank you。声を聞けて心があったかくなってきました。みんな今あったかいとこにいますか？大丈夫？後輩さんキラキラもありがとう。そう、地底探索っていうカラーを塗りました、リップモンスターの。こんばんは。なんか最近さ、歯磨き粉ちょっと変えたらさ、ちょっと唇のこの内側がなんか痛いですやっぱり私はガムなのかな、ガムしかあるじゃないですか、歯磨き粉でガム。あれが一番やっぱりなんか合ってるのかな。こんばんは。ジュウさんお花天球ありがとうにゃんねこさんもありがとね、だるま。ひろひろしさんもありがとう。あいにゃん今食事中、終わったらゆっくり来るね。だって待ってるね、ゆっくり お食べ。いつもながら綺麗で可愛い。ありがとう、そんな言ってくれてお水いる。あ、初見さんもお疲れ様、ありがとうございます。 ASDA さんかな、アスダさん違うかな。キョンシュさんありがとう。ハート Thank you。 今あったかい部屋にいるよ。だって、あ、よかったよかった。地底探索って藤岡探検隊みたいな名前だねって言ってるけど、なんかね、若干もうだいぶ使ってるので形がすごいんですけど、すごいキュイーンってなっちゃってる。なんかね、若
干オレンジ寄りの赤みたいな色なのですごい使いやすいです。私はすごいね、ピンク寄りのカラーもいい、可愛いなって思うんだけど、多分肌に馴染むのはオレンジ寄りのカラーなんですよね。今日なんかすっごく唇の色が悪い、なんでだろう。こんばんは、こんばんちょりっす。ガム噛んでて詰め物取れてから10年以上ガム噛んでないなんて。ガムね、なんかキャラメルとかも良くないって言うよね、歯にこう詰め物がある方とかだと、治療中とかね。うん、でも私も最近ガム食べてないですね。なんか昔はなんか乗り物とかに乗る時とか、あとなんかちょっとこう移動する時とかは絶対ガム噛んでないとなんか嫌だったんですよ。なんかお口もさっぱりするし、なんかすっきり感もあるし、あとなんかその酔いづらいみたいなのも聞いたことがあって、なんかそれで勝手な思い込みで、なんかガム噛んでたら安心って思ってなんか常に移動中はガム噛んでた時があったんですけど、なんかだんだんなんかエラがさ、ここら辺がさ発達するみたいなのも聞いたことがあって、あんまり噛みすぎてるとね。そう、あとさ、なんか私すぐここが食いしばりが激しいので、ここが痛くなってきちゃって、だからちょっと今ガムやめてるんですよね。こんばんは、どういう理由でそんなネーミングにとか言って、地底探索ですか、何なんだろうね。このケイトのリップモンスターというリップはね、名前がね独特なんだよね。うん、テキさんありがとう。オープンテンキュー、うん、今日も綺麗でありがとうって言って、助かるって言って、うん、キュイーンってなってた方が塗りやすい。いやー、多分こう唇の形とかでなっちゃうのかな。なんかね、みんなそれぞれねリップの形がね違ったりする。前は2回くらいメントスで詰め物持っていかれた。メントスってあれガムですか、ラムネ、ガム、メントスあんま食べたことないんだよね。うーん、ツイッターがあるの今初めて知って、見に行ったら三つ編みアイコンが安定の感じでこうやってやってるやつ。ありがとう。そう、インスタとね、まあ、ツイッター X させていただいてるので、皆さんよかったらフォローしてください。まあ、基本的にどっちもまったり投稿なんですけど、X の方はだいたい告知用なので、うん、あと今日はちょっと配信終わったら一つ投稿しようかなと思ってるので、よかったらみんな見てください。全然言っても大丈夫なんだけど、チケットの詳細、今度2月25日に渋谷でリアルイベントさせていただくんですけど、それのチケットの詳細が今日発表できるので、その画像をね投稿しようかなと思っております。うん、粒ガムより板ガムが好きだって。あー、でも分かるな。私さ、板ガムのなんかペンギンの柄が書いてあるやつ、クールだったかな、あれ好きですね。うん、あれか、アクオスだっけ、あれアクオスって携帯だっけ、なんだっけ、なんかアクオスみたいな名前の、なんかアクオか、アクオスは携帯だよね。うん、味がしないガムあるよね。だって味がしないガム食べたことないかも。うん、こんばんは。みんなメントスコーラやったことない、どうなんだっけ、ブシャワーってなんだっけ。うん、こんばんは。みんな、私ハイチュウですって言って。うん、そうなんです、渋谷で2月25日日曜日にイベントをさせていただくので、皆さんよかったら予定開けててください。こうきちさん、ハート Thank you、 ありがとう、いっぱい、こんばんは。多分ね、そうスタッフさんは、スタッフさんというか、そのイベントを開催してくださるところはこの間のイベントと同じ
方々なので、まあ皆さんスタッフさんが同じかは分からないけど、まあでもそうですね、うん、あ、ペンギンかブラックブラックか、ブラックブラックってあれなんか目が覚めるっていうやつ。うん、ゴキちゃんありがとうね、ハートいっぱいね。そう、1週間後は渋谷広告掲載、そうなんですよ。1月22日はですね、22日から28日まではあの渋谷駅の構内に巨大広告が掲載されると思うので、もし皆さん渋谷駅に行くことがありましたらチェックしてみてください。アピューっていう韓国コスメの広告モデルをさせていただいて、そのお写真がね載ると思うので、ぜひ見てみてください。テレビのイメージか、アクオス、タバコ屋さんでロッテのガム買ったなーって。タバコ屋さん、タバコ屋さんって今ありますか？ない？こんばんは。ガムの自販機もあったの？え、あのなんか丸いやつ？あれやったことないんだけど、なんか丸くてさ、あれかな、それ自販機じゃないか。しおりさんキラキラありがとう。イブっていう香水の香りってガムがありました、だって。イブ、イブ、あ、でもなんかフワリンカみたいな名前のやつないっけ、なんかお花のさお花のなんかガムみたいなやつ、ガムなのかタブレットなのかちょっとわかんないけど。しおりさんだるまもありがとう。シャープの家電、初見です、だって初見さんありがとう、月あかりさんこんばんは。よかったらね、初見さんもゆっくりしてってください。当日とシステムも大体同じかな、だって。まあそうですね、ちょっと今回その配信終わった後に X でそのチケット詳細の画像を投稿させていただくんですけど、その購入ページとかはもう少し待っててください。まだ飛べないので、購入ページとかには。ただそのチケットの料金だったりそういうのがみんなに教えられるようになったので。マー君だるま Thank you ありがとう。にゃんきちさんも Thank you ね、だるまありがとう。こたろうさんもラブレター Thank you ありがとうございます。ガチャガチャのガムあったな、最近見ないね、だって。ガチャガチャのガムがその丸いやつ、なんか前どっかで見たんだよな、なんかさ、どっかラーメン屋さん行った時にあった、え、イブガムってなんだろう、さっき言ってたやつだよね、見たことあるかな、今ないか。普通の板ガムの自販機あったのよ、だって梅ガムが好きだった。梅ガム、スースーするの梅ガム。こんばんはみんな、プレゼントとか手紙が渡せるかも、今後決まる感じかな。そうですね、もうちょっとだけ待っててください、とりあえず今日みんなにあのお知らせできるのはその料金とかになるので、多分ねプレゼントとかは大丈夫だと思うんですけど、そのプレゼントでさ、みんなあのちょっと、まあ、ここにね今来てくれてる方だけになっちゃうけど、ちょっと相談でさ、前回のリアルイベントの時も、まあ、皆さんからお手紙だったりプレゼントをたくさんいただいたんですけども、私が NG にしているものがですね、まあ、食べ物、飲み物、あとお花とか、あと大きすぎるその持って帰れないものとかそうとかは NG にしてたんですね。そう、でもさ、結構さ、たくさんの方からあの食べ物って言ってもあのどこかのお土産とかであるや、あのクッキーとかさ、なんかそこの県のお土産とかってあるじゃないですか、まあ、クッキー系とか、なんかそういうのもダメなのみたいな、結構いただいてお声を、どうなんだろうと思って、私も
その食べ物とか飲み物系のプレゼントは今までいただいたことがなかったので、まあさ、結構その食べ物によってもちょっと怖いものとかもあるじゃないですか。結構 NG になってるも なりやすいもの、どうなんだろう。確かにそういうお土産とかだと、あ、そう、名産品っていうのかな、まあ、クッキーとかだとそんな、なんか危ないとかあるのかな、分からなくて、それが確かにどうだろうと思って。ネットワイブさん、ありがとう、ハートネロケンさんも Thank you、 ありがとね。月明かりさんもレインボーさん、ありがとう流れ星も Thank you ね、ありがとうございます。こんばんは。みんな転勤するかもしれないから、2月のイベント行けないと思いますって。レインボーさん、そっか、まあ、またね、今年、すぐは分からないけど、またみんなにお会いできるようなイベントができたらいいなって思ってるからその時をじゃあ楽しみにしてますね。ガムもらうと指にパッチンって挟まれるびっくりおもちゃがあったのって、何それ楽しいね。でも、こんばんは。みんな、ブルーベリーは味がしなくなるのが早かったりだって。ブルーベリー、こんばんは。みんな、食べ物はやめた方がいいねだって、ちょっと怖い。そっか、お土産品は OK にしたいけど、そうなると線引きは難しくなる。そうなんだよね、そうなんだよな。今までのさ、その、ま、2回しかね、あ、2回、3回か、ファンミーティング入れたら3回ファンの方とお会いするイベントをさせていただいたんですけど、間違えて食べ物入れちゃいましたっていう方もいたの。でもそうなると私持って帰れないからさ、私が NG にしてるからね、なんかその持って帰れないっていうのを私がなんか申し訳なくて、みんなが選んでくれたものを。でも今 NG にしてるからさ、食べ物も飲み物もね、難しいよね。確かになんかクッキー OK ですって言っても、どういうクッキーなら OK なんだろうかってな話だしね分かんないよね。箱の包みのままの新品なら大丈夫かなっていう気もする。そうなんだよな、そう、私もさ、そこが分からなくて、毒味いやいや、まあ、みんなのことね、そんなさね、変なことするような方はいないと私は信じているけど、でも分からないからね、何があるかはね。むけさん、ありがとう、ラルマ、Thank you ありがとうございます。なんかみんながさ、みんなのことはすごい信用しててもわからないじゃん、そのみんな、ま、例えば私のことすっごい嫌な人嫌って思ってる人がもしかしたら来るかもしれないでしょ予想ってすごいなんか、あ、嫌のファンみたいな感じで予想けど、本当はなんか私のこともすんごい嫌いみたいな人とか聞いたらさ、分からんやん。本当はすっごく嫌いみたいな。生菓子以外なら開封してないものに限り OK のとこはあるよね。だって、まあそうか、そうだよね。生菓子はね、悪くなっちゃったりとかもあるから、ちょっとそういうのは心配だけどな。ケンさん、いっぱいありがとう、だるまひろぬいさんも元気、あ、ありがとうね。初見さん、こんばんは。アリノトさんかな、こんばんは。美人ですね、お付き合いしてくださいって告白されちゃった。こんばんは。初見さん、イノピーさんかな、こんばんは。はじめましてかしら。みんなよかったら初見さんもね、ゆっくりしてってくださいね。みんなお気軽にコメントお待ちしております。まーちゃん、未開封のお菓子は大丈夫。あ、確かに受け取ってましたね。食べてた控室で食べてたまーちゃんに関しては、リップも食べ物ですかとか言うね
でもなんか食べれるリップとかもあるみたいだよ。なんかチョコレートの中身が、うん、食品は怖いですね。いっぱいもらっても食べきれないでしょうし、でもいっぱいもらってもね食べきれるんだよそれは。ブラックホールだからね。そう食べきれるんだけど、そうこんばんはみんな。一律ダメの方が分かりやすい。まあそうだよね、ダメかな。ただ本当になんだろうな、こう NG にしてるけど、お菓子とかねこう送ってくださった場合、プレゼントしてくださった場合、私持って帰れなくなっちゃうから、本当にもったいないことになっちゃうから、うん、NG のものを記載してあった、私からは伝えてあったけど、その公式からのそのイベントページっていうのが、ね、チケット購入ページとかには書いてな、あ書いてあったかな、どうだったかな、でも私からは伝えている。またでも言った方がいいのかな、 X とかで。なんかあんまりさプレゼントプレゼントっていうのもさ、なんかすごいやらしさがあって、オンラインで買ってイベント会社さん宛てに送るとか無理かな、だって。あー通販でその会場に送るってこと？それは難しいかな、多分直接じゃないと。来るのはママたちだけじゃないからね。そうファンの方のことをあのママたち、ママのように優しいのでみんなママたちって言ってるんですけど。そうだよね、わかんないもんね。だからそういうさ、なんか今はさ、私にはマネージャーさんとかもいないわけだし、自分の身は自分で守っていかないといけないので、まあでもその前回のイベントだったり今回させていただくイベントは、そのスタッフさんとかの警備とかもしっかりしてくださってるので、結構私的にもすごく安心な部分はあるんですけど、あのね、この間のそのイベントと今回させていただくイベントのそのスタッフさんたちは、昔その活動をさせていただいてた頃の劇場のスタッフさんなんですよ、うん、あの照明だったりこのステージのあの移動させて、ステージのあのいろんなねしてくれてたり、すごくお世話になった劇場スタッフさんが今回のイベントとかも開催してくれてるので、結構だから安心感はすごいありますね。手作りおにぎりとかちょっとね。そうだね、石田ゆり子さんのこと好きですって。石田ゆり子さん綺麗ですよね、私も好きです。簡単に書いてあったか、 NG のもの、まあその私が本当 NG って言ってるものは本当持って帰れないもの大きすぎて、こんなの超えたくて持って帰れないから、大きいものとか、あとまあ食べ物、飲み物、お花系はちょっと持って帰るのが難しいから NG にしてるんですけど、大量のチョコレート来たらニキビできるから嫌がらせ。チョコ大好きだから幸せなんだけどね。毒味薬買って出ようかとか言って。前回は生誕イベントなんかプレゼントしたいママたちも多かったね、だって。そうですね、本当にたくさんプレゼントいただいて、そうでも強制じゃないのでみんなが来てくれるだけでありがたいんですけど、本当すごい嬉しかった。あんなにプレゼントねいただけることないので、久しぶりなのでゆっくりしていってまーすとか言って、ゆっくりしてって、島は OK なんだっけとか言うて、ね、島は、OK です。OK 何回言ってね、こんばんは、みんな。なかなか難しいね、だって難しいよな、うん、こんばんは、つき
かりさんありがとう、お星様Thank you ありがとうございます。うん、生き物ダメです。はい、カマキリの卵やめてくださいやめて。こんばんは、みんな。確か月の土地は OK でしたよとか言ってうん、今の時代怖いもんねだって。いや本当になんか私はでも結構そのいろいろ気をつけてる部分はあると、気をつけられてるとは思うんですけど、警戒心というかちゃんとある方だと思うんですけど、でもなんか予想のを上回るようなこととかもやっぱあったりするしますもんね。ママみんな、ママたちバッグ情報して使って、嬉しいありがとう、いっぱい使って。こんばんはみんな。みどもの納豆美味しいのに、だって納豆な私も納豆好きよ。こんばんはみんな、来てくれてありがとう今日はねまったり配信させていただいてるので、みんなもゆっくりしていってください。きょうさんでもごめんね、食べ物の話 してるところで申し訳ないんだけど、みかんを持ってきてるのね。みかんを持ってきてるんだけど食べるかちょっとわかんないわかんないかいっておかげで手真っ黄色、本当に手巻き器ですもうすぐ吸収されるみかん。ハンドクリーム塗っときますね。もうさ、だってなんか1日にさ 3,4 個食べてるとかだったらわかるんですよ、黄色くなっても。それを毎日とかってすごくそれはわかるんだけど、私さ、みかん多くて1日1個1日1個しか食べてないし、それも毎日じゃなくて、何日か空けて食べてるみたいな感じなのに、もうそれだけですっごい黄色くなる。これ以上食べてると今度顔とかもね黄色くなってくる。揺れてる、風、風だ、怖い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 、もうやめてドキッとするんだよこの怖い。こんばんはみんな、風でした、風、風強すぎて家がグラッてなります。怖い怖いよやめて。カマキリの卵気づかないで放置してると大量にカマキリの赤ちゃんが生まれてくるようになってやめて、うちではやめてうーん、あー風が強い、やめてやめてくれ、名前入りの婚姻届け婚姻届けは届いてないですね。まあ、めぼしいのが何個か候補にあるかな、あとはどれにするかなんだよねなんか、もう全然そのプレゼントいらんですよみんな。ブラックサンダーまだ食べてない、実は私も食べてないの、なんか食べづらくてうん、街中の人々に見せびらかしてくれてんな。夕飯まだです、今日はおでんですね。遊びに来てよ、やっほーあやの黄色い手好きって書いてある、本当になんか赤黄色いうん、こんばんはあやにゃんだって、こんばんは。1日2個が理想的、あそうなの、みかん、えそんな食べていいんだお余裕で食べれちゃうんだけどね。すいません、ストーブ切りますね。こんばんは、カンピショーっていうのかな、そうですね、子供の頃は箱買いしてたから10個くらいは食べてた。いやそうなんだよ、私もさ子供の頃からまあ黄色くなってたけど、みかん大好きなので、なんかもう子供の時とか気にせずパクパク食べてたんですけど、ヘルメットかぶらないととかね、ヘルメット買ったからね私、大事よ、みんなも用意しといてねちゃんとね。
黄色くなるのって体質なのかね。俺は何個食べてもなってない、体質だと思う。なんかさ、前その配信で行った時に教えてくれた方とかもいたと思うんだけど、なんかその黄色くなる成分、なんかの成分がすごいこう吸収しやすい体質、うん、とかだと多分私みたいに末期気になるんだと思う。ちょっとそれを取っただけでも、うん、こんばんは。あいにょは美白に気をつけてることありますが、私美白かな。美白に見えますか。ありがとうございます。気をつけてることか。まあでも基本的に私家出ないので、あの外出ないから、それで日焼けしてなくてただただ白いだけっていうのもあるんですけど、まあでも日焼け止めを塗る、やっぱり本当になんか、もう本当それ家でも塗る。でも人って太陽に浴びなすぎても骨とかが弱ってきちゃうっていうの聞いたことがあるから、多少はねやっぱり日に当たった方がいいんですけど、まあ家でもちょっと SPF が低いものとかを塗る、肌に優しいもの、かな。風邪じゃなくて誰かが外からドアを叩いてるだけだから怖がらなくていいよ。一番怖い。一番怖いよ。甘やかしたい180人ありがとう。私のねこのショールームでのファンの方のなんか名前みたいなのも決めれるんですけど、それはねあやを甘やかしたいという名前にしてるので、みんなぜひ甘やかしたいに入ってください。あや、今夜は鍋よ、だってお食べに行きますわ。扱ったイワシ明太子、あ美味しそう。イワシ明太子、カツオの刺身、豚汁でもう出来上がってますって言って報告してくれてる。いいね、カツオのお刺身か、豚汁最高だね。アリノズさん、ハート Thank you、 ありがとう。バナナ食べても黄色なんないよ、だってバナナは大丈夫、多分その黄色くなる成分が入ってないと思う。後ろの3匹より美白なよ、だって何このって。みかんのサイズはね多分 S かな。でも私大きいやつが好きなの、あのなんかさ結構さピチッとしてるタイプの全然皮がむけないやつあるじゃないですか、あれよりなんかあのイオカンみたいな感じのやつが好きなの。なんか身とこの間に空間があるタイプのをスッてむけるやつ、あれが好きなんですよね。イオカン食べたいな。イオカンとか何年食べてないんだろう、大好き。八朔とかイオカンとか大好き。これになるとご近所さんから箱でみかんもらってたけど何個かダメになってたことある。みかんってさあれだもんね、なんか1個ちょっとダメになっちゃうとなんか周りも周りのみかんもダメになっちゃうみたいに言いません？マークありがとう。わら、Thank you マーク。窓からの太陽光でも多少日焼けはする。うん、日焼けするよ。紫外線はあの入ってきちゃってるので、だからもう本当に窓とかもそういう遮光のなんかにするとかだったら大丈夫だと思うけど。遊びに来てありがとう。雲州の旦那っていう、今だと SPF30 くらいなのがいいってこの間言ってた。それぐらいでも全然大丈夫だと思います。夏に比べたらね、やっぱり冬も日焼けはするけど夏に比べたらそんなに紫外線は強くないから、ちょっと弱めのものでも冬は大丈夫だと思う。まあ私はちょっと肌が弱すぎるのもあるから、SPF があんまり高いやつすると肌がねちょっとヒリヒリしちゃったりするのね。だから私はもうずっとあの冬も夏もノブの日焼け止め。甘やかしたいはどうやって儲
申し込みますかと聞いた頃が懐かしいだってお疲れ様みんな、こんばんは、うん、でもね、ごきげんよう、ごきげんよう皮が硬くてなって、あー、おっきいみかんね。でもね、なんかそういう方がいいんだよな。あ、でもどっちも好きだなみかんも好きだわ。なんでコポンも好き、柑橘系大好きグレープフルーツとかも好きだもん。傷口にみかんの汁つくとなかなかの地獄を見る。そうあれ最悪ですよね。うん、間に空気があるみかんの方が甘い気がする。え、そうなんだよ、そうなんだよえ、そうなんだよって言って新しいなんかそうだよね。ジローさんも言ってる。え、そうだよね、やっぱちょっと空間がある方がさ、私もそう、甘い気がするの。なんかピチッとなってるタイプはなんか酸っぱいかなっていう。あ、腐ったみかんの法則。そう知らぬい、知らぬいってなんだっけ。うん、宮城ですけど今年みかんがいっぱいになりましたって、うわーいいなーうちにうちに少しくださいうん、カタカタ言って多分ね、椅子かな、椅子。なんかこの椅子ね、ちょっとねダメになってきた。なんかグイグイ言ったりカタカタ言ったりするの。うん、こんばんは、あいちゃんこんばんは、やっほー春みみかん、うん、あ、そう、みかんの話してたあの、さっきさ、なんかその窓をどんどんっていう話からちょっと思い出したけどさ、この間見た夢がね、なんか多分言葉とかにするとあんまり怖くなさそうだと思うんだけど、なんかお化けとかよりも何よりも人が一番怖いなって思った夢だったっていうちょっと怖い夢を見たんだけど、なんかさ、まあ、うちなんだよね、うちで、なんか家帰ってきたらなんか知らない男の人が2人ぐらいいて、でもその時点で怖いじゃん、なんでっていう。でもね、なんかね、知らない男の人が2人いるんだけど、なんかすっごい怒ってんの。いや無理って思って、私はこれ夢の話ね無理って思って急いで逃げようとするのね。だけど逃げようとするんだけどさ、夢の中で逃げようとするときって足がさ全然動かないの。あれわかるなんかすっごい足がすくむっていうかさ、重たくてもう全然走れなくて、でもなんとかして家の外に出たんで、そう、家の外に出て、でもそのなんか男の人もすんごい怒りながら、もうすごいダッシュでこう追いかけてくるのそれでさ、怖い怖いと思ったら、まあ、夢の中なのでタイミングよく友達がね車通ったんだよ、家の前を。で私がもう慌ててその車止めて乗らせてもらって、もう早く車を出してってすごい叫んで、男の人が、ま、車の窓のとこにドッて来る瞬間に目が覚めた怖かった怖かった。なんかさ、この言葉にするとまあなんか、まあでもまあね、人怖いよねっていう、まあそんなかもしれないけど、いや何よりもやっぱお化けとかよりも人が怖いな人が一番怖い。あ、夢の話です。あたいだったらごめんなさい、あ、みんなだったらもう全然いいんだけどいや怖かった、なんか、そう、気持ちで走ってるのに、なんか追いかけられてる夢とかだとさ、本当逃げらんないんだよね。怖いよね。なんか前もこれ夢の話で言ったこと、話したことあるんだけど、なんかやっぱり外ですごいこうつけられ、なんか追いかけてくる人がいて、で私ものすごい逃げてるんだけど全然走れなくて何回も転ぶのでもすっごい逃げて、で一回、あ、巻いたと思ったの、その人。
あ、巻いたって思ってパッと振り返ったら、あの後ろにいて、そこで目が覚めたこととかあった怖い、どうして。逃走中のハンターに追われてる気分。でも逃走中のハンターは別に怖くないんだよな。なんかもう本当にあのぐさっといかれちゃうんじゃないかみたいな、そういう怖さお上手って言われてるこんばんは、あやにゃんの夢に出るなって羨ましいとか言って、全然羨ましくないよそんな。あたいが助けたかったとか言って、みんなヒーローになってくれるちょっと待ったうん、主演宮島彩で実写化する、怖い人役に立候補しますなんて怖い人役なんだ、ヒーロー役じゃなくてね、芸能活動してたのでしょうか。だってあの前っていうのは今の前ってことかな。6年前くらいに少しだけアイドル活動させていただいてたことがありましたでもほんと3年ぐらいなので、今は全然芸能活動とかとは関係なくフリーで活動してます。知らない異性に追われる夢は、あなたが恋愛に対して臆病になっていることを示していますんで、私恋愛に対して臆病になってんだ臆病になってんだね。布団が重すぎる。あ、そうなのかな。でも私、あ、でもそう、重たいのかな。あやの足じゃ負けないんだろうって言って、わかんないじゃん、すっごい速いかもしれないじゃん。本気で走ったの見たことある？すっごい速いかもよ。くじちさんありがとう、ハート。Thank you。ブラウニーさんもありがとう。あやちゃんが帰ってくる前にとりあえずその男たちにはご退場してもらえるように頑張るよ話し合うんだね最初にね最初に話し合ってね、まあ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 ちょっと家から出てもらってうん、あやから楽しい夢の話って聞いたことあった。楽しい夢か。でもね、楽しい夢とかって忘れちゃってるんだよね。そういう怖い夢とかってやっぱ印象に残ってるから覚えてるけど、多分嬉しい夢、楽しい夢とかは忘れてるなんかあったかな。変身ベルトつけてアヤを助けるよなんで変身するんだね、こんばんはみんな。あや 200m あるから踏めるよって。あ、そうだ忘れてた、私 200m あるから結構勝てるかもしれない基本的に勝てるねうん、俺は電信柱の陰からじーっと見てる役やりますだって。なんでみんなそんな怖い人役やりたいのなんで。でもなんかわかるぞ、ちょっと悪役をやってみたいなみたいなね、あるよね私もなんかどっちかと言ったらキュルキュルヒロインよりなんかちょっと悪役の方やってみたいもんやってみたい。あやの全速力見てみたい、ちょっと想像できない。なんかあやが全力疾走してる姿って見たくないなカエルかなんか今流行りのカエルか起きちゃいますかね、みんな私が全速力で走ってたら。なんかちょっと引くとかねってみんな。こんばんはみんな。俺もあや役やるわだって。オッケー、じゃあ二郎さんがあや役やってくれるみたいなので。じゃあ私は何、じゃあ。私な 何すんのじゃあ何役？7時朝に夜勘違いしたんよだって。7時朝、明日はね19時からお礼配信しますね。普段は悪役やってみたいけど、あやちゃんに対しては絶対やらないなんてたなみなみたいに悪女役が似合う女性に憧れる。なんかちょっとさ、
絶対にやらないけど演技とか絶対できないからやらないけど、もしする時があってないんだけどそう、そしたら悪役やりたいです、うん、俺はヒーローやる、すぐ疲労たまるけどもうそれ言いたいだけでね、マークに関してはというわけでマークにはヒーローやってもらいます、うん、全速力見たら一瞬にして冷めたりして、そうみんながえ何回ね引くとか失礼失礼じゃない、みんな私だって走るぜ、うん、こんばんはみんなちょっと子供とか動物に優しい悪役って憧れるとか、基本的に子供とか動物に優しい人はいい人ばかりとは言われてますけどね次郎さんは車で助けに来る役かと思ってました、で次郎さんあややるんだってうん、 NG にてあったんですか、はいそうなんですよ実はそうなんですよ実はね、もう私がもういろいろ語れる立場ではないんですけど卒業して 5,6 年経っているのでね、うん、そうだね、実はね NGT さんね活動させてたことがあったんですよえなんだって、うん、手はこうだよね、だって走る時ですか、はいこうです寝、うん、違いでしょ、横でしょ私は、うん、朝7時に待ち合わせ場所に行ったら彼女が来ない、夜7時だったよって言ってる、もうそれじゃ夜7時まで待ってたってこと、うーんこんばんはみんな、アイニャは木の役スーパー戦隊によく出てくる敵の女幹部やってそうだって、私うーん明日飲み物用意しておかないとな、だってそうよみんな明日乾杯するのでね、飲み物を用意して遊び来てくださいね、うん、ちょっと走ってみてて何、うん、おとなしい同僚の靴の中に画鋲とか入れる悪女役だって、いや怖いニャンさんにはドロンジョ様やってほしい、だってフカキョンさんがもうすごすぎるからさクールポコみたいに言わんといてもろてとか言うて、うん、明日の7時ね、19時になります、なんか電気が近ってなった。俺は最近見た夢で覚えてるのは、俺がテレビに出てガクトさんとご飯巡りして、黙って すごくない、ガクトさんとご飯巡りした羨ましいんだけど気づいたら自分家まで行ってご飯食べてた、えガクトさんを自分家に招待したということすごないあでもそうだよみんな、ほら私藤井聡太さんに将棋勝ったからごめんなさいね、夢の話ね、みんな、うん、ごめんなさいね、夢でですよ、はい、藤井聡太さんと将棋をやって私勝っちゃいました将棋全く分かんないのに全く分からないのに、うん、なんか将棋勝っちゃって、なんか周りにこうたくさんへんね、いろんな方がいらっしゃって、なんかみんな、うん、パチ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 みたいな、どうしようどうしようっていうなんか朝起きた時も本当に朝起きて一番最初思ったのが、えどういうことってなりましたね、うん、結構なんか未だになんかどういうことってなってるその夢は、うん、こんばんはみんなしかし美人ですねって言ってくださってありがとう、うん、ママたちやっておしまいドロンジョ様、うん、池田エライザさんがドロンジョやってた、あそうなの、えヤッターマンってえドラマやってました、英語、うん、あいちゃんこんばんやっほー、こんばんは、こんばんはやっほー皆さんヘロー、やっほーやっほーみんな、
うん、将棋もハーモニカもすごいんですねとかね。うん、やめなさい、藤井聡太、そうだって言わないでみんな。うん、え、藤井聡太さんとの将棋の夢診断なかった？え、でもさ、なんかちょっと変わった夢見た時ってさ、私も夢診断しちゃう。うん、本当だって印象残って夢は、まあその結構追いかけられる系は覚えてたりしますね。怖いんだろうね。あとはものすっごい大きい月の夢とか、これも話したことあったよね。なんか確かちょうどその日が満月の日で、すごいなんか月がすごい綺麗に見える日みたいな感じの日で、なんか多分カーテンの隙間から見えてたんだろうね、月が。なんかすごいロマンチックでしょ、なんか見えてて、多分寝ぼけながらだったから、夢でなんかその実際に見えた月がものすっごいでっかい、ちょっと怖くなるぐらい大きい月の夢は見ました。リアルで将棋やったら2歩分かんないの将棋。うん、朝起きた時俺もマヤと同じ感じだね。え、どういうことってなるよね。うん、映画か、なんかドラマでもやってましたよね、やったんの深京さんのやつ。うん、ドロンジョとラムちゃん、どっちがいいか、それをやるならってこと？やるならどっちがいいか？ラムちゃんかな。てかラムちゃんが好きなので、私はこの携帯のラムちゃんですけど、ラムちゃんかな。どっちもなんか際どいな。うん、ラムちゃん湧いたって言う。ラムちゃん、ちょっと際どすぎるけどな。ダッチャは仙台弁。あれ、ラムちゃんってどこをモデルにしてるんでしたっけ。仙台なんとかダッチャ、なんかいろんな説はなかったでしたっけ。あれ、なんか富山とかも聞いて、なんかあれ新潟もなんか聞いたことあるんだけど、どれが本当なんだ。うん、ラムちゃん俺も好きだっちゃ。うん、おパンチュのコスプレはパンチだから即番。うん、おパンチュはおパンチュウサギね。佐渡か、あ、そう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 、佐渡って聞いたことがある。うん、佐渡弁、佐渡ってさ、なんとかだっちゃって言うんだね、知らなかった。そう、田尻留美子先生がそう、新潟出身の方なんだけど、あ、そうなんだ、作者さんが言ってたんだって。じゃあ仙台らしい。うん、かわいいよね、なんとかだっちゃ。まあ、新潟の方言の話になると、新潟ちょっと怖い感じの方言とかもあるもんね、可愛さが。うん、可愛さがあんまりないかな。あんまないかな。やっぱ博多とかね、可愛いよね。うん、履くの？履かないの？履いてるんですけど。新潟中央高校、うん、それは高橋留美子さんがってこと？うん、さあどうでしょうって。でも結構あるのかもね、そのなんか方言が似てるというか、うん、似てる地域、似てる場所。
とか結構あるんだろうな。え、みんなさ、どこの方言が一番好き？なんか関西弁がいいとかあるじゃないですか。でも関西弁は憧れるよね。こう自然に出るやっぱあの関西弁いいなって思うけど。ね、新潟弁はそうだね、可愛さがあまりないから。こんばんはみんな。やっぱ大阪？名古屋弁も可愛くないなって言ってる。名古屋ってどんな？うちのおばあちゃん仙台出身だけど方言聞いたことない。あんまり方言を使わないタイプなのかな。博多弁がいいだって。博多可愛いね、九州博多。こんばんは。大阪出身だけど広島で標準語喋ってたら標準語になれた。完璧よって言ってる。え、なんかさ、その関西の方とかがさ、あの標準語を喋るようにするとするじゃないですか。でもあの地元に戻ったりとかしたらやっぱり自然と関西弁になっちゃうもの。なかなかね、関西の方がこう標準語にするの難しいっていうの聞いたことがあって、おいしおきだべだべはだべはどこ。京都弁、京都弁と大阪はちょっとやっぱ違うか。関西でも京都、柔らかそう。京都な行きたいな。私修学旅行で行ってないからさ。確か中学生の時の修学旅行が京都だった気がするんだよね。京都ならだけど私行ってないから京都とかに観光で行ったことなくて。行きたいな。大阪とかも普通に遊びに行きたい。なんかその前活動してた頃とかね、握手会とかでそういう大阪とかに行くことあっても、全然なんかご飯食べ行ったりとか観光したり遊び行ったりとかしてないから、したいな。でもさ、なんかその修学旅行では修学旅行の楽しさって多分あると思うけど、でも言ったら大人になって友達とかと、友達とか家族とかと一緒に行く方が楽しめるのかなとも思うよね。やっぱ旅行とかってなると。青森か、青森とか、あ確かに可愛いな。えんちゃんきょさんありがとう、流れ星。Thank you ね。広島も怖い？広島は、広島だとどんなだ？ごめん、なんか唇がすごいさ、皮がむけて。青森は父親が出身だけど何言ってるか分かんない時多いだって。あ、そうなんだ、お父様青森な、青森なんだね。ちょうきょさんありがとう、ハート Thank you。 ありがとう。長岡のガーガー弁も特殊そうだね。まああんまり聞かないけどね最近は。そう、私新潟の長岡市って ところに住んでるんですけど、長岡はねソイガーとかガーガーガーが言います。でもあんまり聞きませんね。県の方言が強い言葉聞くと日本語って思うだって。確かにね、方言強すぎるとね。こんばんは、東京だから方言憧れるだって。そう。でももう完全に標準語もう美しいよ。ねえ、京都弁でやれた。飛行機に耐えれば新潟から関西もすぐ行けるよだって。まあね、ね、飛行機怖いな。大きい企業だと全国の訛りを覚えられる。そうなの？新潟って丸々するましとか丸々じゃないわいねって言葉使う？だって。
あんま聞いたことないかも。なんとかじゃないわいね。かわいい。言わんかな新潟は。うん、事前にたくさん勉強しなきゃいけなかったの大変すぎた。まあ修学旅行ちょっと学びにね行くのもあるからね。ただの遊びに行く旅行じゃないからね。うん、広島、あ、じゃけそうじゃけ。富士急ハイランド東京、富士急行ったんだね。うん、こんばんはみんな。特に津軽弁だったかなおさらわかりづらかった。津軽弁、新潟県が修学旅行の行き先に選ばれることってあるのかな。まあ、めったにないのでは新潟だと。うん、じゃあありがとうだるま。うん、村上の知人の言葉半分わからないって言ってる。え、新潟の村上ですか。うん、ね、聞かんよね。そうそう、修学旅行では本当に私は行けてないので旅行に憧れます。私旅行も全然したことがないから人生でも。その修学旅行関係なしにね、全然旅行に行くこと、友達とも家族とも旅行に行った記憶が全然ないので、どこかねちょっと遠出したいなっていうのはあるんですけどね。なんかさ、前一緒に月岡温泉に一緒に行った子とかからもさ、またどっか行こうって誘ってもらってるんですけど、どこ行こうねっていう。どこがいいんだろうねっていう。武士言葉、武士の言葉ってどなんだ、ござるみたいな。なんとかだろうも、あ、なんとかだろうも。だだもなんて、どうしよう、たぬきちになっちゃう。そうだなも。カメさんありがとう、だるま Thank you。 小太郎さんもハート Thank you ね、ありがとう。で、2月のイベントでラムちゃんのコスするんだっけなんて。どっからその話になった。うん、歌のさんハート Thank you ね、ありがとう。Thank you、うん、大義、大義難しいってこと違うか、大義。カメさんありがとね。まあそうだね、その新潟だけど月岡温泉に行ったのは旅行か。いや旅行なのかなあれは。まあでも新潟も広いからさ、結構なんか新潟の人でも上越に行くとか新潟の方に行く、新潟市の方に行く、まあなんかプチ旅行みたいにはなりますよね。上越行ったら本当にプチ旅行ですよ。うん、サンセットビーチ、旅のしおり作る、みんなで、みんなで。その前にあや眠れんのかな、え、わかんない、また友達とさ旅行行っても夜配信することになるか。ちょっとみかんやっぱ食べよう、いただきます。食べていい、おじゃる。初期のあやちゃんの語尾ござるとかだったよね、だって。え、そうでござるとか言ってた私。どういうこと。千葉県浦安、え、千葉はディズニーじゃないの、あれイメージ全然私わからんよ。拙者桃太郎でござる、あいにゃん殿。旅行でディズニーと USJ をはしごしてきなよ、だって。でも結構遠いよね、 USJ は結構遠いよね。あ、みんなこれはちょっと剥きづらいですわ、ピチットタイプだ。ピチットタイプみかんだ、酸っぱいかな。うん、長岡からだと上越より柴田の方が遠くない、柴田の方か。え、どうなんだろうね、あんま行くことないもんね。上越も一
関市、新潟の方って言っても新潟市までだから、新潟市行くときちょっと気合い入れる。やばそうだよね。え、上越から新潟市だとどれくらいかかる？2時間？もっとかかるか。こんばんはみんな。モバメが戦国武将書いてる文章みたいって言われてた。え、そんなことあった？そんな風に言われてたの私。え、どんなモバメを打ってたんだ私は。恥ずかしい。やっぱなんか拙者なんとかでござるみたいな文章だったのかな。おかしい。ドリスマさんありがとう。あれは天気ね。あ、わしって言ってたからか。そう、あのね、私昔ね、自分のことわしって言ってたんですよ。なんでって思うじゃないですか。わしかん、あやにゃんって言ってたの、自分のこと。で、自分のことをさ、私って呼べなかったんだよね。なんか恥ずかしくて、私とか私とか。で、家だと自分のことあやって呼んでたんですよ。でもさ、正直ね、自分のこと名前で呼ぶのを許されるのって二十歳超えたらちょっと、家だったらいいけど人前で名前を呼ぶのはちょっといかがなものかと思い始めまして。そう、でもね、私って言えなかったの。なんかだからわし、私からわしになってがあやにゃんって言ってました。あやにゃんはね、あやにゃんも相当あれだぞ。いただきますみんな、いただきます。うん、甘いです。ムキムキする音よく聞こえた。フォローしましてありがとうございます。彦神社行った？去年の夏。彦いいよね。あやは最初からみかん剥くのか。半分に割ってから剥いて食べる？え、どういうこと、どういうこと？皮がついたままってこと？3時間かからないくらい、結構遠いね。うん、ワイもワイ、今ワシって言わなくね、私ね。ワシ言わなくなったね。あ、でももう今私自分のことあやって言わなくなりました、家でも。あ、それは嘘です、ごめんなさい。たまに言ってると思います、無意識で。嘘とかの早あの嘘ですとか、無意識ではあるかも。でも基本的に私だと思います。私か自分。自分はですかね。学校では正直やっぱ周りでも名前で呼ぶ子が多かったから、自分もあやって言ってた気がします。まあでもまだ10代とかは大丈夫だと思う、名前で言ってても。わしもなかなかとか言って可愛いからよし、ここではあやって言ってもいいよだね。26年みんな、あやはねとかって言ってたらおかしいでしょ。あやはねとかね。感触、そうです。え、顔黄色くなってきた。あ、広島とかとわし、そっか、わし、笹団子の詳細、笹団子は美味しいですよ。全然詳細になってないけど、笹団子は、笹団子の詳細。
構なんかおすすめですよ。全然詳細じゃない皮ついたまま半分に割ったことないや、ニックネームで呼ばれる？てつさんありがとうハート。え、そうなんだ、皮ごと4分割して食べやすそうなんだ。やったことないや。たまに言いますとか言って軍人さんやとか言って母との会話で一人称が自分のあやは惚れるだってあ、自分がってお母さんとの会話で自分はオラにしようかな、じゃあこれからオラはオラにする。自衛隊っぽくて好きとか自分のことあやって呼んで言い直したことある、何回かねありますよね。無意識に言っちゃう時はあるけど、でもねちょっともう本当に恥ずかしい、さすがに自分のこと名前で呼んでるのは。私はね、あ、拙者、拙者にする。拙者はねおいっ子相手にはガッツワーって言ってるだって。なんかそのちっちゃい子と喋るときとかいいと思う。なんか、みかんの白い筋取る派だって。うん、取っちゃう。でもなんかすごい食物繊維でいいんでしょこれ。みかん食べてない？おいしいよしんちゃんみたい。関係ないけどみかんストーブの上に置いてちょっと焼いたことあるだって。え、焼きみかんって美味しいのかな。髪の毛ボサボサですいません。あ、オラッチ。あ、でも親戚のおばあちゃんとかオレって言いますねうん、なんか相手のこと自分って言ったりするのって関西じゃなかったっけ。関西とかの方は自分はって言うんじゃなかったっけ、相手のこと宮城オラ言う。語尾はだっちゃ、我が輩はあやだっちゃってこと。カクテルソムリエの資格の合格か不合格の通知届きました。ドキドキしながら封筒開けたら合格だって、すごいよ何カクテルソムリエってかっこいい。パパエイジパパ合格だって。みんなかっこいいんだけど。え、おめでとうだよ。みかんいるみかん箱じゃないよ、あの普通にあのネットのやつ買ってくる、ね、ネットのやつってでもあのスーパーとかに売ってるやつ、美味しいんだ焼きみかん。あやまって言っても大丈夫大丈夫、面白いからって言われてる。あやだっけ、あーちゃんお疲れ様みんな。あ、そうだよね、自分はっていうね。あやんはとか言って、独特すぎない自分のこと呼ぶのあやんはねにゃんさん突っ込めないよって言ってる。よ、よはって。てつさんありがとう、レインボースター。Thank you.
ね、すごいね、かっこいいね、カクテルソムリエだって。ボトル振り回したりするのかいう。ね、すごいおしゃれだね。おいしいみかん。あと3、3つしかない。うん、昔に比べるとちっちゃくなった。そうかね。クセすごーとか言うね。うん、あが先頭につく子はあーちゃんもよくニックネーム。あーちゃんね。あいにゃんが好きなカクテル、カクテル飲んだ、飲むことがないか分からない。カシオレってカクテルですか。カシオレは飲みやすかった気がする。やっぱ柑橘系だよね。うん、小生は小生はありすんか。うん、最後ごちそうさまでした。おいしゅうございました。これであと2日ぐらいはみかん食べれないと。黄色くなるから食べれないと。柑橘ソムリエ。あやはこのルームの姫だからわらわわがよきよ。だって、じゃあわらわにしようかな。意外とさ、ネタでもこうずっと言ってるとさ、癖になっちゃったりするよね。うん、おいどん。ハートの形で可愛いなとか言ってみかん。うん、みかん飴みたい。ねえ、あのさ、フルーツ飴美味しいよね。私最初にフルーツ飴食べたのが普通にお祭りの屋台のフルーツ飴だったので、ぶどうを食べたのね。そこで、あ、美味しいって思って。前になんか原宿行った時にいちごのフルーツ飴食べたの。いちご飴、うん、すっごい美味しかった。うん、なんかみかん飴とかもあるからさ、食べてみたいんだよね。まあ、自分で作ればいいのか。意外と難しいっていうね、あのフルーツ飴ね。うん、私が喋る標準語はおかまっぽいって言われるのよね。だって、うん、なんとかよねとかがそうなのかな。全然いいけどね。うん、それがし。うん、乾燥させるとストーブでよく燃える。だって、この人はこの後おでんを食べますって言われて、はい、今日の夕飯はおでんです。でもみんな聞いて、あの最近なんか太ったかもって私言ってたんだけどさ、もう体重計乗りたくなかったのよ、ずっと恐怖でしかなくて、もう絶対測れるもんかって思ってたんだけど、何思ったか、まあ、昨日測ったんだよね、体重を。うん、そしたらね、太ってなかった。やった。絶対太ったと思ったの、絶対太ったと思ったんだけど、全然太ってなかった。
たルレクチェです。ルレクチェ用なし、うん、宮島綾は母にするか。じゃあこれから、うん、フルーツアームのイベントあったっけ、なんか一日店長のイベントかな。食べきれますよフルーツアーム、大好き。おでんいいなって言ってる。食べに来るみんな食べに来るかい。かっちゃんの口調好きで真似させてもらってます。かわいいよね。うん、おでんか温まるねだって。そう、今やっぱこういう寒い時期はお鍋系が最高ですね。うん、のぶちかさんありがとう、ハートとだるま、 Thank you やったおめでとうとか言ってパチパチされて、うん、あまり変わらないよとか言って。変わってないかな。でもなんとなくさ、体重たいなみたいなの感じるときない？ちょっと太ったなと思ったとき最近そうだ、なんか体重たいな、絶対こりゃ太ってるなと思ったの。体重増えてるだろうなって思ったんだけど、昨日何を思ったか体重計に乗りまして、そしたら、お、増えてなかった、うん、ルンルンで髪の毛洗った昨日昨日ルンルンだった、うん、あんなにルンルンで髪の毛洗うことあるのかっていうぐらい、その体重がねあんまり増えていなかったということに喜びを感じてそう遅いですか、なんか悔しいなって言ってる。なんでなんで悔しい、うん、ガッチャ服ありがとう、 Thank you ね、うん、ルレクチェっていうね洋なしがあるんですよ新潟。結構お高級な果物なんだけどね。そう、越後姫ももうすぐだね、だって、うわー、いちご最高だね。うん、お顔の感じ変わってない？本当？うん、なんとなく太ったなって感じることあるあるだって、まさに今っていやお正月だったからねみんなね、それは食べるよね。うん、体重キープしてるのね偉いわ。でも最近本当全然測ってなかったから、絶対あんまり気にしないで食べちゃったりとかしてたの。でも意外と太らないのかもしれない、食べてても。他で調整してるのはあるのかな、うん、ルンルンで髪の毛洗ったは可愛すぎる今日ルンルンだった。うん、恐る恐る何を思ったか、恐る恐る体重計乗ったら変わってなかった。年末年始チートデーだったのに、なんでだろうね。意外と思ったより食べてないのかな、自分が思ってる以上に。思ってるよりは食べてない、うん壊れてから買ってない。体重計うちもさ、全然体脂肪率とかが出ないやつなので、細かく出るやついいよね。でもなんか怖いな私今ちょっとジムとかに通える余裕はないんですけど、ちょっとねジムに通うのがね憧れなんか見た目もそうだし美容のこともそうだけど、なんか健康のために。でもジムってさ、そのお金にもさ余裕がある方とかじゃないといけない気がする。どうなんだろう。お風呂入る前にお腹暴れるくん状態にして、昨日お風呂入ったら減ってたんだよ。でもさ、結構1キロ2キロはね増減はするからね。水分取ってないだけでも体重減るしな。水分取っちゃったら一気に増えるし、習慣が悪い。私も食生活全然いいわけじゃないから、まあでも実家にいるからさ、そう、まあ、栄養はある程度取れてるのかなと思うんですけど、服の体重最近分かんない、最近測ってない。でも病院行く時にね測ってもらったりはするんですけど、今何キロかな、5キロはないですね、4. 何キロか、
コミットするとか言って。チョコザップね、近くにできないかな。シャワーに行くまでが億劫なんだよね。だってそう、寒いから嫌だよね、お風呂入るまでがね。入っちゃえばいいんだけどね。で、私ももともとお風呂あんまり好きじゃなくて、子供の頃とか本当に嫌いだった。あの湯船に浸かってられなかったの、無理。でなんかあの親とかにさ、何秒数えなさいみたいに言われたけど、無理無理無理。早く出たいって思ってたんだけど、でもやっぱさ、こう大人になってきた、あの入浴剤にハマってからお風呂楽しくなりましたね。お風呂、あの入浴剤とか、そういうなんかボディケア系のものとかにこだわるようになってから楽しくなった。まあ携帯を持っていくのでね、私は湯船に使って YouTube とか見てると、それだけでもね結構疲れたりするからさ、子供の時は全然なんかお風呂での楽しみがなかったから本当に嫌だった。長岡市の体育館のジム、あ、体育館のジムがあるのか。で、私さ、あの地元の子とさ、なんかその地元のなんか体育館みたいなところで夜走ろうっていう話を毎回会うたびにするんだけど、一生走らないの。同級生の子なんだけども、地元の子で幼稚園からもずっと一緒の子なんだけど、たまに会ってさ、あのご飯食べたりとかするんだけど、そのたびになんか来月走ろうとか言って一生走らない。そう、一生走ってないからね。ジムは初めの1ヶ月が勝負。そう、チョコザップではね近くないんだよね。かわいいって言ってくれてる、ありがとう。ゴールドジム、トルネオさんありがとう、フック Thank you。 今日もかわいい、自然体な感じだって言われてる。今日自然体ですか。髪の毛もそろそろ美容院に行かなくっちゃ。で、私が美容院行くって言ってみんなハラハラしちゃうからね。大丈夫大丈夫になっちゃうからね。でもさ、ずっとではないけども、1ヶ月2ヶ月ぐらい行けてないか。1ヶ月ちょいぐらいか。ちょっとこのさ、前が今長いからさ、前だけ切りたいんですよね。シャワーで済ますことないの、今は全然ないかな。夏とかはね、たまにシャワーで終わらす時もあるけど、お風呂にアヒルいそうだって。え、いるよアヒル。お風呂アヒルいるよ。で、ふやけないだって。ふやけるほどはね入ってない。1時間とかは疲れないですね。30分ぐらい限界かも。ジョーズの入浴剤って何？血の海になるの？入浴剤モチベになるね。だって、入浴剤楽しいよ。アロマキャンドルお風呂で炊く？あ、そうそう、体育館の上でこう走るね。結構いますよね、走ってる方ね。水泳がいい。まあ、さ、水泳って痩せるっていうね。ジムでランニングマシン。ランニングマシンか。来月走ろう、50代になっても言ってそう。やばい、ちょっと今度誘ってみよう、また。走ろう走ろう詐欺。こんばんは、しゃけいさんもありがとね。髪はね、長さは変えない、長さ変えないけど、この前のとこだけこうさ、ちょっとレイヤーを入れたいんですよね。で、前ここがさ、あの姫カットにした名残が残ってて、
若干姫カットした名残があるんですけど、ちょっとさ、このこういう、わかる、こういうレイヤー入れたいの、顔周りだけ、こういうなんか後ろの長さは変えない。うーん、あ、クナイプいいよね。クナイプ私も好き。クナイプのさ、青色のやつ、あれリラックス効果がある気がする。タナミナ様はお風呂でキャンドルしてそうなイメージなんて。うーん、発泡する入浴剤、あ、ボコボコ泡がすごいやつ。あの髪切りすぎエクステガッチリ事件から美容院と聞くと怖いだってみんなにトラウマをそう、髪切りすぎてね、すごい落ち込んだ時があるんですよ。うーん、でもそのおかげでね、学びましたので、うーん、イベントでマラソン大会開く、うん、私歩くで姫と言って、ね、バランスボール買って座りながら配信。ああ、でバランスボールって本当に痩せますか？あれって体幹鍛えるものなの？あれって痩せるのかな？なんか家でさ、やるなんかトレーニンググッズみたいなあるじゃん、あの自転車漕ぎみたいなやつとか、ああいうのってさ、やっぱ効果あるのかな、続けてたら。うん、まあなんかものすごい今痩せたいわけではなくて、まあでも体引き締められたらそれはいいですよね。長距離歩くの平気なタイプ、長距離苦手かもあんま歩けないかも。自転車漕ぎながら配信してもいいよ、だってここでみんなこんばんはとか言うね走ってるとまた後輩から宮島先輩頑張ってくださいって応援されるよ中学の時のマラソン大会ね。うーん、私さ、もう結構最後から数えられるぐらいの順位のとこにいてさ、もうちょっともう半分諦めかけてて、ちょっと歩いちゃってたんですよね、最後らへん。うーん歩いてたら、あの結構後輩の子とかがこう待っててくれ、待っててるっていうか応援でいてくれたんだけど、なんか、うん、歩いてるしとかって言われて、見られたと、ね、恥ずかしい。最後らへんになるとさ、結構みんながもう到着してるからさ、みんなゴールしてるから、なんか結構応援してくれると、頑張れあやみたいな恥ずかしいと思いながら恥ずかしいだけどと思いながら、なんかそのゴールした時とかも友達とかじゃ頑張ったねとかすごい拍手されるの恥ずかしい。腹筋ローラーか、まずできないんだよね。腹筋ローラーってこれそもそもあれができ、腕立て伏せみたいな、あの状態ができないんだけど、マッスルあやにゃん、聞きますか？でも腹筋鍛えるのいいよね。1日1万歩とか無理だって、1万歩皆さん運動部経験ないです全くもってゼロです晒し物になる系、そうだ、ちょっとね恥ずかしいよね、あの応援ね宮島先輩頑張ってくださいとかって言われて恥ずかしい、見ないでくださいと思いながらやだ。こんばんはみんな。簡単な体幹トレーニングしています。少しだけどきついよだって。体幹ね、私も体幹どうなんだろうな、あるのかな。ラブラドール飼ってた時、1回の散歩2時間歩いてた。大型犬はね、たくさん散歩をしないといけないもんね。やっぱ小型犬とその運動量っていうの、散歩量違うしな。仕事で1万歩くらい歩くようだって、素晴らしい。え、部活はそうです、帰宅部ですえ、最初はね吹奏楽書いてました。吹奏楽部だったけど、
その後帰宅部になったので、どっちも運動しないでしょ。1日5回ずつ始めますか。なんか腹筋の仕方もさ、正しいやり方とかありますよね。なんか正しいやり方じゃないと筋肉つかないというか引き締められないみたいなね。最後の子改めてゴールテープを出してくれるじゃん。ね、あれさ嫌だよね。いいのかな、嬉しいか、嬉しいのかな。私もまだねギリギリ最後、一番最後になったことなくて、これでも最後から数えられるんだけど、一番最後にはなったことなくて。こんばんは、みんな。あのね、吹奏楽部ではフルートでした。フルートを最初やってて、でそのなんか体験入部みたいな時にクラリネットをあのさせてもらったのね。でクラリネットをやってブーってやって音が出たんですよ。で音が出て、おっって思って、はって話した瞬間にもうなんか目の前真っ暗になって酸欠になりまして、酸欠になって、あのこれはクラリネットちょっと向いてないねってなって、でも第一志望が私フルートだったのでフルートを少しだけやりました。でもまああの基本的にあの私学校に行けてなかったのですぐ帰宅部になっちゃったんですけど、ワンダーコア、あれ倒れるだけで腹筋ワンダーコアーってやつかな。黒柳徹子さんが何十年もスクワットやってるらしい。そうなんだ、スクワットね。お尻鍛えられますかね、スクワットって。足 NHK でやってた筋肉体操きついだって。何それ筋肉体操そうそう、酸欠クラリネットね。あやは鍵盤ハーモニカ、鍵盤ハーモニカもうそりゃもうすごいってそりゃもう鍵盤ハーモニカはもう大丈夫ですよ。ラジオ体操で息切れするかもだって。いやでもさ、ラジオ体操やると多分体温まるよね。みんなどんな部活だったか気になる。確かにフルートお嬢様感がある。なんかね、ずっと憧れだったのフルート。酸欠で頭がクラリネットって。あ、そうです、パパからもらったクラリネットです。酸欠でクラリネットなんかクラリネット、クラリネット、クラリネット、クラリネット酸欠クラリネット曲っぽいですか。可愛くないよね可愛くないよね、酸欠クラリネットあー面白い。待って、ちょっともう8時10分になってしまった。ねえねえ、ちょっとさ、最後にさ、ごめん、 iPad を昨日ちょっとアップデートしてみたので、もう一回試しにこの新しいイヤホン挿してみてもいいですか。更新してみたんだよね、いけるかな。こんばんは、みんなありがとう、来てくれて美味しそうなお菓子に聞こえるとか言って、あやにゃんの楽器演奏会やめてよ、楽器できないって。タンバリンならいけますけどね、よいしょよいしょ、ちょっと一回実験しまおう。多分ね、声が聞こえないのか、でも聞こえますように、お願いします、お願いします、お願いします。みんな音量気をつけて。どうだ、どう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 ですか。あーあーあああ、どうだ、お願い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 します。聞こえて、聞こえ、聞こえる、聞こえる、やったやった、や
だ。まあ、釣りだ、まあ、釣りだ。やった、みんなわっしょいなんだけど、ありがとう。あ、やった。え、もうちょっとパチパチありがとう。うん、お、聞こえるじゃん。やったよ、やった。マーク、ブラボー、ありがとう。うん。優勝でもしたとか言って、ありがとうとか言って。マグロさん、ありがとう、だるま。やった、みんな、ちょっと。ありがとう、みんなで乾杯する。え、嬉しい、みんな、ありがとう、ケーピー。嬉しい。嬉しいよ。嬉しいって、ありがとね。ありがとね。これからよろしく頼むよ。ありがとね。あ、うまく流してみる。何がいいんだろう。何がいいんだろう。何がいいんだろう。ハム？ハムですか？ハム太郎がちょうどいい？うん。嫌な方法は悪くなかったと。ごめんね。いや、アップデートしたのが良かったんだね。そう、なんかファンルームで教えてくれた方がいたの。なんかアップデートしてみるといいかもみたいな。うん、よろしくね。だって、え、誕生日今日。うん、ハム、ハムが一番あれだね、そんな長くなくて。ハムハム、ハムハムハ、よし、行こうか、みんな。使えなかった、どうしようかと思った。え、みんなありがとう。え、すごい、ありがとう。みんな Thank you ね。よかったよかった。これでもう次イベントとか出させていただくとき安心ですね。よかったね。ね、みんなありがとう。ファイファイ Thank you。 ごめんね、盛り上げてくれてありがとう。お礼させていただいて、松さん、オブデンキュー。ジュンさんもありがとう。ありがとう。猫太郎さんもデンキュー、ありがとう。ひろのりさんもね、オブデンキューね。てわさんもありがとう。あららさんもデンキュー、ありがとうね。マークもサイリウム、ありがとう。まさやさんもデンキューね。ありがとう。にゃん猫さんも Thank you。
とありがとう。次郎さんも Thank you。 リャンダムさんも Thank you ね。ありがとう。スズイトさんも Thank you。 ありがとう。ねえ、ちょっと待ってね。よいしょよいしょ。スターウェブさんも Thank you ね。本当ありがとうございます。みんなすごい。ジュさんもたくさんありがとう。音符ドリーマーさんもハート Thank you。 ゴマドーさんもダルもありがとうね。ジュンさんだ虹すごいありがとう。ヘボさんもパチパチ Thank you ね。みんなありがとうございます。ちょっと今日はね、でもこれくらいで終わろうかなと思うんだけど、明日19時から昨日までのカラオケイベントのお礼配信をさせていただきます、明日。みんなお時間大丈夫な方はぜひお飲み物を用意して遊びに来ていただけたらなと思いますよ、みんな。ほんとね、なんか昨日までカラオケイベント出させていただいてたんですけど、ほんとたくさんの応援ありがとうね、みんな。改めてで、明日ちゃんときちんとお礼させていただくね。じゃあごめんね、みんな来てくれたばっかの方もいると思うんだけど、今日はこれぐらいで終わりにしたいと思います。壇上の方を呼びして終わるね。いくよ。13位アーララさん、12位がリャンダボさん、11位がマサヨンさん、10位がノブチカさん、9位がクマケンさん、8位がコウキチさん、7位がミャオさん、6位がスズイトさん、5位がテマさん、4位がテツさん、3位がコタロウさん、2位がマックそして1位がジュンさんでした。ありがとうみんな。ごめんね、まったりすぎる配信になっちゃったんだけどみんなありがとう。マジマジ Thank you ね。壇上上がってないみんなも本当にありがとう。ごめんね、なんか今イベントとか何も参加してないのにたくさん盛り上げてくれてみんなありがとう。松田さん結婚してもありがとう。いずちゃさんもオブ Thank you ね。ありがとうございます。じゃあみんなまた明日ね。楽しかったですって、ありがとう。初見の方もまたぜひ遊びに来てください。いつでもお待ちしておりますね。小太郎さんハート Thank you。 松田さんお疲れもありがとう。ゆうさん結婚してありがとう。キョンシュさんも Thank you ね。ハートありがとうございます。じゃあみんなお疲れ様、また明日ね。ありがとう。バイバイキーン。ありがとうございました。